ハルコフマジ信じられないぐらい炎上してない。ハルコフバチギレして喧嘩買っちゃってついて、いきなり上位5巻登場して、王戦の構え、格差がちょっとやばすぎるな。月は嫌でしょー。やべ、俺昨日なんかの話しようとしてたのに、あ、そうだ。ハルコフマジ信じられないぐらい炎上してないハルコフバチギレして喧嘩買っちゃってついいきなり上位互換登場して王戦の構え格差がちょっとやばすぎるなンは嫌でしょやべ俺昨日なんかの話しようとしてたのにあそう。思い出したわ。パルコフやばいんですよ、今。ちょ、今、今はどうなんか知らんけど、これ、これか噂の、これだ。アンハードみたいな。もともと、いわゆる闇押しが一番高かったんですよ。これ。 もともと一番高かったんですよ、これが。で、一応ここの文言に、今後すべての DLC へのアクセスみたいなのが書いてて、で、それで売ってたんだけど、いきなり上位5換登場して、ででーんっつって、上位5換登場して、で、そこの下の闇落ちのところに書いてた、あ、これ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 ,これ、すべての DLC へのアクセス権っていう文言、すっ。 消されててで、おまけに内容がガチエグくて。しかも値段も高いん4万ぐらいするんだよ。で、なんかね、PVE モードみたいなのがタルコ振ってるらしくて。時間がない人でもワイプがないけど PVE みたいな。 pvp じゃなくて、その、タルコフをプレイするだけで、な結構それ、好評だったっぽいのよ。雰囲気的に。好評っていうか、その、あの、期待されてたっぽいのよ。要はもう、ワイプもされないし、対人もないから、なんも、だから、コツコツファームしていくゲームみたいな感じ。ただ、まあ、その、NPC は強いから頑張ってね、みたいな。だけど、なんか一応、プレイ映像を見ると、なんか人、人っぽい。 すげえそれが、うわ、楽しみって思われてたんだけど、お前らとりあえずできんけど、とりあえずこっち買ってくれたやつ全員やってええで、みたいなノリで出し、出て、で、まあ、そこでまず、おいおいおいってなって、で、まあ、そもそも DLC、あの、アクセス権あるよって言ってたのも、なくなって、どういうごっちゃねんつって闇落ち勢バチギレして、で、おまけに、最初の その表記だけけだと、まあ、実際蓋開けてみからその特別なアイテムを配られてそのアイテムをつけると60メートル以上のスカブから撃たれないみたいなのを書かれててまあでもなんか蓋開けてみたらそれつけてって撃たれないけど撃ってくるスカブも 打ち返してこないスカブも倒しちゃったらカルマ値が減るみたいな仕様だったのかなおまけになんかこうフェンスの評価が6以上じゃないとダメみたいな。なんかまあいろいろ後、後であったんだけど、まあ一番最初に発表された段階だとそういうアイテムが追加されたみたいに見えちゃったのもあって。それで炎上してたんだけど、ニキータがね、ニキータかな公式画なのかわかんないけど、なんか最初の2回ぐらいはね、最初の1回かなぐらいは結構なんか、 王戦の構えみたいな。なあ、なあ、なあ、俺は知ってるこっちゃあるかいみたいなのまあ大げさに言ったらまあ。 ヒルゲーみたいな。ファイティングポーズ取っちゃって、で、もうなんか、大炎上してとんでもねえことなってる時に、昔さ、あったさ、レッドブルとモンスターのツイッター上のあの、プロレスみたいなのあったのよ。お互いなんか、モンスターはレッドブル捨てる画像を上げたり、なんか、レッドブルはモンスター捨てる画像、ゴミ箱に捨てる画像を上げたりみたいな。そういうプロレスがあったんだけど、昔。公式のお遊びみたいな。なんかあの、タルコフに似たゲームがさ、最近出んじゃん。なんかがね、喧嘩売ったんだよ。 おいお前らっつって。こんなわけわかんねえ DLC 出してるクソゲーやらずによっつって。俺らのゲームやろうぜっつって。言ったんだけど。そう言ったら、タルコフバチギレして喧嘩買っちゃってツイッター上かなんかで。もうそれも火に油注いだりして。おいおいタルコフ頼むぜっ。バトルステース頼むよっつって。で、やっと3回目か4回目ぐらいの発表でニキータが謝ったんかな。皆さん申し訳ありませんっつって。違くてって。実は違くてって。 けどまあ、割と時すでに遅し的な感じで。まあでもすごいんだよ。なんかあの、4列ぐらい増えるのかな確か。スタッシュも。闇押しに比べて。下に4列追加されて、で、一番俺やべえなって思ったの、ポケットサイズの拡大っつって、ポケットってさ、あの、グレとか入れる1マスのポーチが4つあったじゃん。リグとバックの間にあった4マスのやつ。で、あそこの真ん中の2個が、2マス2マスになってて、要は、1、縦一あの、1マス、 縦2マス、縦2マス、1マスになったのよ。だからそう、スカブベストみたいな、言ったら。でさ、 俺、それ見て思ったんだけどさ、あの、タルコフって序盤の方、スカブベストを切りなきゃいけないタスクのせいで、うわ、このマガジン、この武器でこのマガジン量無理だなとか、縦2マスのマガジンだから、ちょっときついなみたいなのあったじゃんなんかその、このこっちの武器きついなみたいな。その辺のやりくりを、他の奴らはしなきゃいけないけど、今まで通り。高い金払ったら、ポケットでかくなるよっつ、って。 ってまあ言ったらポーチもまあ似たような感じではあるんだけど、もともとがね。あったじゃん。もともとそもそもが闇落ち版ってでかいじゃん。ポーチが。雑誌もでかいし。だからもともと、いや、ペイトゥウィンっていう起こり方はちょっと違うような気もするんだけど、まあもともとペイトゥウィンみたいなもんだろうって感じもするんだけど、シンプルに格差がちょっとやばすぎるなっていう。価格差もそうだし。やってることは一緒だけど、少々やりすぎてしまったようですっていう。 ま、まじでいろんなのついてて、まあ、今後やるんだったらもうこれ一択だろうね。このまんまなら。なんかまあ、いろ、いろいろなんか整備するっぽいけどね。なんやかんや言うても。 なんかその闇落ち買った人は、持ってた人はもうちょっと安めの差額で購入できるとか、まあ、結局追加は払わなきゃいけないんだけど、なんかフルプライスじゃなくて、なんかちょっと割引、50%ぐらい割引されてんのかな確か。プラスで。でまぁ、あ、相当色々あったけど、なんかまあ元々なんかあれらしいじゃん。俺やんなかったからあんまり知らないんだけど、今期のアップデートも結構不評だったらしいじゃん。で、なんかマジで色々あったから、 それで、もう、一気にこう、どんどん、ユーザー離れがスノーボールしてったっぽい。まあでもね、実際、まあ高すぎるかもしんないけど、まあ、ちょっと内容は置いといて、まあ高いエディションを出すこと自体は、まあ俺悪いことじゃないと思うけどね。やっぱ買い切りモデルだからさ、買った人がさ、もうそれ以上追加でお金は払わないけど、サーバーみたいな維持費みたいなのはずっとかかっていくわけだから、どっかでやっぱお金は、もらわないと、 きついよねっていうのは、ま、あ実際問題あるとは思うんだけど。まあ、でもちょっとやりすぎだな。スキンいや、スキンは嫌でしょうタルコフにスキン出たらなえるよ、俺。ま、なんか、あれだったらね、まだ100歩譲っていいけど、そのなんかあの、まあ、め、明細みたいなさ。まあ、ゲーム内で実際もあるしね、その服はね。まあ、でもそっちの方がまだ良かったよな。その、例えばボイスを追加で入れれるとかさ。なんか、ちょ、ちょっとした要素ぐらいだったらいいよね。 不自然じゃないレベルの、その、まあ、軍人っぽい感じの服がちょっと増えて、それ課金で買うとかさ。まあ,あ、腕章がどうとかさ。そっち系だったらね。いいよね。まあ、コンセプト的に、追加の何かで、まあ、稼ぐっていうのは実際難しいだろうなって感じはするけどね。あ、しかもそうだこれ最初からウェポンケースとかアモケースとか、ラッキースカブジャンクボックスとかついてなかったっけそれも結構やばいんだよな。まあ、ぶっちゃけ次俺やるなら速攻買うね、これ。買わないともうやってられん。もしやるならだけどね。 まタルコフはでも俺、この、この騒動が起こる前から、うん、今後はやるかどうか分かんねえなって言ってたからな。まあでも実際、俺タルコフは、割と序盤を駆け抜けた後半に俺結構楽しみを感じてるから、正直ある程度ね、これ内容は、もし俺がタルコフをやってたら、俺正直嬉しいね、これは。普通に嬉しいね、俺は。 結構後半が好きだからさ、もうその序盤のめんどくせいところちょっと軽くスキップしたいところは正直あるんだよね。いやいや、忘れしくはないんだけど、その、そこの楽しみみたいなのもあるんだけど、もちろんストレスもあるから、ぶっちゃけラッキースカブジャンクボックス最初から1個あると、マジで嬉しい。ウェポンケースはアームケースは正直なくてもいいんだけど、ラッキースカブジャンクボックスとかあったらマジ正直嬉しいね。倉庫も広いし。 ポケットも広かったらタスク楽になるし。俺はこの中で、俺の価値観で言ったら、一番やべえなって思うのを、ポケットサイズのラッキースカブジャンクボックスだわ。そこが一番やばい、俺。もう DLC のアクセス権とか俺どうせやんねえからどうでもいいんだけど、普通にポケットとラッキースカブジャンクボックスと倉庫がマジで嬉しいわ。めちゃくちゃ嬉しいね。ポケットにいますわ、特にやばい。これマジでいかれてる。あ、感性がマシになったアップデートは見た。それを見たときは、お ちょっとやりたいなーって正直思った。俺昔のタルコフの方が好きだったんだよな。なんかさ、リアル寄りにするっつったってさ、リアルに寄りすぎたら思んねえじゃん。やっぱ、もう何でも。だって、あの、実際タルコフでさ、足に銃弾を受けてさ、膝に矢を受けてしまった後、ずっと足引きずってたら嫌じゃん、最後まで。でも実際だったらそうなんじゃんで、ね。だからやっぱなんかそういうストレスも大事なんだけど、なんかリアルすぎも良くないよね、やっぱね。 まあそういうのって結構人によって色々差があるから難しいだろうけど、俺は結構ね、スタイリッシュな、ちょっとスポーツゲーっぽい感じの昔のタルコフの感性ない時が好きだったね。いや、そうそう、みんなね、ぶっちゃけマジでエイペックスみたいな動きしなんだよな。なんか最近似たゲーム2つぐらい出るよね。もう出たんかななんかあのスマホゲーの移植みたいな方と、あ、なんかもう1個出たよね。まあさすがに面白いかどうかは置いといて、内容だけで言ったらでもタルコフは超えれんやろうなぁ。 このゲームなんだかんだ言ってよく頑張って作られてる。